清涼飲料水のような爽やかな放送を求めてるわけ。一応聞こうかなって一応聞く。え、でもやっぱりそれはそのまま剃るし、いやちょっとさ、わかるかな、まあまあこれも V 説明しないとわかんないかも。まあ、ゾウさんで説明する。これ大丈夫？これバンにならないかな？これも男諸君なら、うわーってなると、うわーってなると思う。まあ、こう、もっこり加減で。いや、ちょ、待って、これやばいな。どうしよう。どうしよう。やばいな。危険だな。ゾウさんで表現しても危険だな。いや、でもまあ、イラスト屋のゾウさんで、なんとか、パワーポイントで表現するのであれば。いや、危険だな。バナナで表現するか。バナナのイラスト屋で頑張って持ってきて。あ、でもちょっとバナナ。バナナだね。バナナならなんとなくわかる。バナナ借りさせていただいて、バナナを借りて、ちょっと待って。これ分かってほしい。これ分かってくれ、分かってくれるはず。ちょ、同意を求めたい。そういう朝はあるでしょ。同意を求めたい。皆さんの。待って、ね、今。超絶分かりやすい図式するから待って。待って。これを取り込めばいいな。これ分かりやすいぞ。わかりやすい、わかりやすい。何を言いたいかってさ、いや、ちょっと見てよ。バナナ、バナナで表現するね。バナナで表現するね。まあ、普通にまあさ、そう、ソロならいいでしょ。違う、僕が言いたいのはさ、ちょ、男性諸君にしか絶対わからないし、今もあっちで手叩いてよくぞ言ってくれた。そう、俺だけだと思ってたわっていうことをマジ言うね。そこマジ聞いてって。ここだけ価値あるわ。男のね、嘘だ、お前もかよ。塗りつぶしなしにして、塗りつぶしなしにならないんかい。ならない。ならないとは言わせない。あ、文字だからか。デザインにするか。俺だけだと思ってた。いや、まだ言ってないでしょ。言ってからにして、せめて。塗りつぶしなしにするだろ。で、枠線を、赤にして、まあ、ちょ、聞いてくれよ。太さ、あるじゃん。まあ、剃り方はまあ、どうでもいいんだよ。違う。僕が言いたいのはさ、その、ここ付け根ね。ここ付け根。もう、この辺からもう、根元じゃあここにしよっか。ここ付け根があるじゃん。付け根あるじゃん。ここ、股のところね。足のところね。この青線はね。まあ、僕が言いたいのはさ、ここら辺にさ、生えている、毛が、人体に埋まりすぎじゃない？わかる？ね、ここに生えてる毛がさ、ちょっとここに生えてる毛さ、毛抜きでさ、取ってみたらさ、なんか3センチぐらい人体に埋まってない？しかもなんかさ、うっすらそれ見えてんのね。これが、もう女性には一生わかんないから、ちょっと彼氏ので確認して、今度。彼氏で確認して。ちょ、今持ってる君は、ブツ持ってる君は自分の見てみ、ここ、えってなるから。なんかさ、生え方がさ、こうなんだよね、ここら辺のやつ。あ、逆か。このように。このように、その、ここの部分が見えている。で、やばい。だから、表面面1センチぐらいしか見えてないんだけど、これ抜いたら3センチぐらいのが出てきて、嘘だろってなる。びっくりするよ、ここ。いや、なんかね、ここの人体がおかしいの。バグってんの、この、ここら辺の毛の生え方。僕、自分の体のすべての毛の生え方を、つぶさに観察している毛根研究家なんだけど、ここの毛の生え方だけ、明らかにバグってる。埋没してる。いや、違う、逆。多分ね、毛の方が、忖度してて、これわかりますか？例えばさ、毛がさ、このように生えてる場合、君の急所期間に行くわけよ。なんか毛の方が忖度してるわけよ。これわかるかな？多分、毛の方にここ意識があるんだろうね。優しさ、君に対する。こう生えたら直撃なわけでしょ？尿道に。
これ詰まっちゃうわけよ。多分毛根、僕生えようがないから、きっと毛の方、じゃどこ生えますかってなった時にもう横から生えるしかないわけ。確認してほしい。でここでちょっと僕は毛を好きになった。この毛のバグさ加減、あ、お前らもなんか僕のために生える場所探してこうなってるんだと。ここで自分を好きになれるかも。この発見しちゃってさ、あ、なるほどね、そうなってるんだと。素晴らしいだろ。何言ってるかわからん。僕もわかんなくなってきたし、もういいや。さあ、やめた。いや、戻ろ。少し自分を見つめ直す必要があるようだね、今日の朝放送は。ちょっと頭がおかしくなって、ちょっとおかしくなってるな。ああ、少し暴走気味なんで。